皆様こんにちは。ファイナンシャルプランナー監修、工場勤務の底辺脱出、貯金1000万円の日常です。今回の動画は宝島社発行、2024年3月7日発売、生活費を月最大10万円減らす、大増税&物価高でも豊かに暮らす節約術掲載、配当金は昼食代にして弁当作りから解放を、さらに掘り下げた月1万円の配当金でお弁当作りから解放、お金が増える投資術です。ムック本掲載のあらすじはこんな感じで、例えばNISA成長投資枠で300万円を年利 4% の高配当日本株に投資をすると、その口座なら配当金に税金がかからないので年に12万円となり、ちょうど1年分のランチ代になります。ランチ代が1日500円で月平均20日間勤務をする場合、1月のランチ代がちょうど1万円になります。たかが500円されど500円、500円あればこんな感じのごちそうランチをいただくことができ、材料費と手間を考えるとお弁当を作るよりもコスパと満足度も良く、時間と体力に余裕ができるので生活の満足度が大幅に上がります。映像はサイゼリアランチ税込み500円でサラダとスープもついていて、下手な手作り弁当よりも健康的に配慮されたバランスの良い食事です。しかもお弁当と違って熱々の出来たてを食べることができ、お弁当に比べて満足度の高い昼食となります。このメニューにプラス100円600円を支払うと、より豪華なハンバーグランチをいただくこともできます。高配当有料日本株投資は銘柄選びとメンテナンスの手間はありますが、300万円を年利 4% でNISA成長投資枠を使って投資をするだけで、献立を考えて買い出しをして調理をして片付けをする、いろいろな手間のかかる面倒なお弁当作りから解放されるので、時間と労力の節約にもなり余暇が充実します。このように掲載がされておりますが、実はこれにはまだまだ続きがあります。その続きとは節約した時間の使い道です。これは現在進行形で起こっている実際の話で、私はお弁当作りと片付けの時間を節約してスキルアップや副業に回してさらなるお金や成長を生むことに成功しました。弁当作りのプロセスは意外と時間と手間がかかり面倒で、食材の買い出しや弁当箱の包みの片付けなども含めた。お弁当作りにかかる時間は、独身一人暮らしでも1週間あたり2から3時間程度、1ヶ月8から12時間くらいとなり、結構な時間となります。1ヶ月10時間として、その時間を新たなチャレンジに使い、新たな収入を得ることに成功しました。ムック本掲載以外にも、2月は YouTube の有料コンサルのオファーをいただき、YouTube 有料コンサルタントの経験を積ませていただいております。当チャンネルの YouTube の収益に加えて、企業からのオファーや有料コンサルタントなどの新しい仕事ができれば、収入が増えることにつながります。その収益を投資すれば、さらに配当が増え、生活が楽になっていきます。ちなみに当チャンネルのサムネイルはこのようにして作られております。お金が時間を生み、生まれた時間からお金が生まれる。これが貯金1000万円の日常流。お金がお金を生む、高配当株の配当金の使い道です。配当金を再投資して新たな株を買うのではなく、配当金で時間を買うことによって、高配当日本株の配当金よりも、はるかに高いリターンを得ております。
つまりは時間の価値はお金より高い場合も多いということです。そのおかげもあり、本業は手取り10万円台前半の非正規雇用の工場勤務ですが、NISA 積立投資枠満額の10万円を毎月投資できております。その上、最近の株価の上昇のおかげで特定口座から新NISA の成長投資枠に移した高配当日本株も2ヶ月ほどで約 4% 値上がりして、配当に加えて資産価値も上昇しました。皆様からはなぜこんな工場で働いているのか、時間の無駄ではないのかと質問をいただくことがあります。その理由は、日本という国はレールを外れたものに対しての風当たりが非常に厳しく、こんな会社しかないからです。少し個人的でネガティブな話をしてしまいましたが、ここからは最近のワンコインランチ事情をご紹介します。私の場合は会社の社員食堂でワンコイン以下のランチを食べて昼食を済ませていますが、社員食堂がない会社の方が多数派だと思います。物価高のこのご時世でもワンコイン500円以下で食べられるランチは探すと意外とあります。サイゼリヤ以外にもどんぶりのチェーン店もあり、この日は中尾でご飯を食べました。栄養を心配される方も結構いらっしゃると思いますが、メニューによっては栄養のバランスは悪くないことも判明しました。中尾のすき焼き丼ご飯小盛り490円は531キロカロリーと、事務系の女性にちょうど良いワンコインランチで、動物性タンパク質の肉だけではなく、植物性タンパク質の車麩や野菜類も載せられております。選び方によっては栄養バランスの取れたメニューが食べられます。外食は栄養バランスが偏り体に悪いという意見もありますが、メニューの選び方でそのデメリットは軽減することもできます。また栄養が心配な方は夕食や朝食で栄養バランスの整ったものを食べると、昼食の栄養不足を補うこともできます。野菜、魚、豆腐などのヘルシーで栄養価の高い食材を手軽に摂ることのできる火鍋をよく食べております。火鍋は調理が簡単で手間のかからない料理で、健康的で時短にもなり一石二鳥です。お湯と一緒にスパイスなどの薬膳食材を沸かし、まとめて下ごしらえをしておいた野菜を鍋に入れ、中華スープなどを加えて食材に火が通れば完成です。このように火鍋は鍋に山盛りになるくらいにたくさんの野菜を気軽に摂ることができる料理です。このように昼間栄養価がいまいちなメニューを食べていたとしても、夜に挽回するメニューを食べるようにして気を配っております。この日は白身魚の味噌漬けをメインに、菜の花とセロリとトマトを加えた黄色と緑と赤が美しい春らしい火鍋を食べました。時間の価値を考えてみる。例えば自分へのお弁当作りのような付加価値の低い無駄な時間を節約して自由な時間を得るということは、新しいことにチャレンジをしたり大切な人と思い出を作ることにつながり、豊かな人生を得るということにつながります。今回宝島社様のムック本の企画にチャレンジさせていただけたのも、副業に成功して時間があったからです。去年のように工場収録勤務で時間がなければ、チャレンジをさせていただく機会自体がなく、こんな素晴らしい経験をさせていただくことはできませんでした。今回は配当金でお弁当の用意にかかる時間を節約して副業をしてお金を得る話でしたが、お弁当作り自体に価値がある場合もあります。お子様へのお弁当作りなど、愛情を伝えたり大切な人に幸せな時間を届けるお弁当には作る価値があると思います。そういうお弁当にはお金以上の価値があると思うので、
そんなお弁当なら積極的に作りたいと思います。最後に2024年3月7日発売、当チャンネルを掲載していただけた雑誌の生活費を月最大10万円減らす大増税&物価高でも豊かに暮らす節約術は、書店やコンビニ、楽天でも購入することができます。概要欄にリンクを貼っておきますので、ご興味をお持ちの方はぜひご覧ください。本日はご視聴ありがとうございました。工場勤務をしながらの動画作成の励みになります。高評価ボタンとチャンネル登録お願いします。